はいどうも皆さんこんにちは、ピアキングです。今日はマリオメーカー2、視聴者さんからいただいたコースをやっていきたいと思います。で、この方はですね、以前もコースをいただいてて、このコース週間ランキング1位になったそうなんですよ。これってめちゃくちゃすごくないですか？そんな方が僕にね、コース提供をしてくれてるっていうことがね、もうほんと嬉しくて。それじゃあこの導かれしドッスンたち2、早速やっていきましょう。クリア率はまあ 18% ぐらいだから、まあそんなにね難しくはないでしょう。で、導かれしドッスンたちって書いてたから、このドッスンをどうにかして誘導しなきゃいけないと思うんですけど、どうすればいいんだろう。え、あ、なるほど、ここに入ることでドッスンが移動してくるのね。で、次はこっち、いや、どちら、あわかった、そういうことね。ドッスンを導けってことで、まあそのまんまだな。で、このドッスンは落ちてきて、このドッスンは左で、オッケー。で、最後に下でしょ、これ。よっしゃえ、面白い、このコース、めっちゃ面白い。で、次はラウンド2。おー、ちょっと待って、え、大丈夫、え、あ、大丈夫。で、この子は、この上のドッスンはどうすればいいんだ。ちょっと待って、え、大丈夫、これ右手大丈夫、こっちかで、この子は下だ、絶対。オッケー、あ、どこ行くの、あ、そんなとこ行くのねそんなとこ行くんだ。え、このドッスンはバラバラにならないんだこのドッスンは生かしてあげるみたいな、マリオ優しいな、マリオ。そしてラウンド3で、これは待って、むやみにね行っちゃうとちょっとマリオやられるもんな。で、これ全部左に行っても良さそう。で、このドッスンは左に来るか、あ、来ない、お、来た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 よし、次も、え、上に行っていい、あー、ね、よし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 。うわ、このコースほんとめちゃくちゃ作り込まれてるね。でも鍵がないぞ、この辺かな。おお危ない危ない危ない、やられるとこだった、ドッスンに。せっかくね、さっきのマリオはドッスンを生かしておいたのに、ドッスンはねもう容赦なくこっちに来てマリオをねやりに来るもんな。オッケー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 。あ、鍵取れたけど鍵のドアがないな。あ、右にある、右にあるけど、ドッスン振ってきそう、大丈夫、大丈夫か、大丈夫っぽい。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし。で、次は、あぶねー、え、ピン押されたらダメでしょ、今の危なかったー今。よし、それじゃあラウンド5やっていきましょう。で、あー、待って待って、危ない危ない。え、これは、このドッスンはどっちだ、右、あー、オッケーオッケー。で、右に行くとパウが待ち受けてる。やめろやめろ、砕け散るぞ、あーあー、さらばよドッスン。で、次は、次は、で、あ、かわいい、なんか団子三兄弟みたい。で、今度は下に落ちるのか。うわー、うおー、ビビった今うわー、ビビった、もうそこら辺のホラー映画よりびっくりするんだけど。で、お、自滅しに行ったな。で、今度はこっちでいいっぽいね。よし、で、ちくわブロックになって降りる。で、鍵をもらうと。そして次はラウンド6と思ったけど、これは、え、なんこれいやー、これでクリアか、ちょっと寂しいな。いや、でもめちゃくちゃ楽しむことができました。で、このアダムさんっていう方はね、コースをね、めちゃくちゃ出してるんですよね。まあ、ちょっと見てみましょうか、投稿したコースで。ずーっと下に行くとね、まあ、右になんかこうスクロールバーが出ると思うんですけど、まあ、めちゃくちゃコースがあるんですよね。以前はね、ちょっと鬼畜、まあ鬼マリオ2だったっけな、まあ、そういうコースを遊ばせてもらったんですけど、まあ、そのコースもね、やっぱとても難しくて、まあ、とってもねマリオが上手い方なんじゃないかなって僕は思ってます。それじゃあ2つ目にいただいたコース行きましょう。はい、それじゃあ2つ目のコース、小5で一昨日始めたこの実況者さんへの挑戦状、
誰でも OK、 ただの猫さんが作られたコースですね。おとといマリメ2始めました。でもマリメ1は2年ほどやっています。実況者さんにもやってもらいたくて再投稿しました。気軽にやってみてください。中間はないよ。クリア率 0.4% か、結構難しいですよね。正午でおととい始めたこの実況者さんへの挑戦状、それじゃあぜひやらせていただきましょう。そこまあまあよくあるよね。もしかしたらとても意地悪な子かな。じゃあまずね、一番気になる上に乗っていこうか。あ、なんかある。ここなんか正解っぽいぞ。まあよくあるあるでした。それじゃあ、ちょっと待って、右のあのドッスン怪しいよね。あそこまで渡っていきますか。一番上まで渡って、よし、こんな感じか。 OK で乗る。そしてイエーイって言ってるね。こっちで正解なのかな。じゃあこっちでジャンプして思いっきし右に渡ってみるか。あー、なるほど、そこに土管があるのね。この辺かな。よし、オッケー。で、この土管に入る。そしたら、あ、ピンポンって言ってる。で、次は、よし、オッケー。で、このバネに乗って、どっちかだな。3つあるな、土管が。マリオだから当然赤が正解でしょ、きっと。違う、全部違うっぽいんですよね。多分ね、おそらく全部違うと思うんですよね。まあ、それでも一回全部入ってみますけど、多分ね全部違うと思いますよ。それじゃあ次は青に入ってみますか。で、青、あ、やっぱりね、ほら、やっぱ全部違うよね。だからこれはね、右に行けば何かあると思うんですが、あ、おし、あったあった。お、なんか右にもあるぞ。ちょっとこれ入っておきたいけど、右に行ってみるか。 OK、 こっち正解っぽくない、なんか。あ、ほら、え、ちょっと待って、嘘。違うのか。いや、逆にこっちが騙しだったのかな。それじゃあこの、あ、入れない。この赤い土管は入れないってことは、この青い土管に入って常に右に行くみたいな、多分そんな感じで。いや、やっぱそうか。よし、それじゃあこのまま常に右に行くと OK。で、この赤ブロックに入る。で、この赤土管に入って、この P スイッチを踏んでいけばいいのかな。よし、 OK。 で、ジャンプで、なるほど、そこにドアがあるのか。それじゃあね、この P ブロックを踏んでちょっとね待っておきますか。さっきのね、ドアに入りたいから、多分この辺で、うおー、危ねえ。よし、多分コインのところでしょう、ドアがあったのって。そうそう、ここ、このドアに入るとゴールかな。うそ、違うの。え、どこゴール。まんまとね引っかかりまくってるな。なるほど、そこにねブロックがあるっていうことは、そっからどうかしていくのかな。あのブロックを利用してゴールまで行くっていう形かな。ちょっと試してみよっか。それじゃあここまで来たんですけど、ここに確か、よし、 OK。 で、よし、で、このままなんかあるんじゃないのか。ないな。よし、じゃあこのまんまこっからジャンプして右に渡ると、 OK、 来たー。で、これ入っていい？待って、マジで怖いんだけど。入るのが怖い。花火鳴ってるけど入るのが怖いな。いいや、一応入ってみよっか。お、いけー。え、待って待って、これ、こういうの怖い、こういうの怖いから、一つずつ一つずつ行こう。もうかっこよく行くか、こうやって。あ、終わった。連続でかっこよく行きたかったんだけど。まあいいや、ここでドアに入るとやられちゃうよね、きっと。あ、青ブロックにしておけばいいのね。オッケーオッケー、もうねゴールが見えてきましたよ。この敵たちを倒してかっこよく行こう。行け、よし、オッケー。で、さっきどの状態だったっけ、この状態だったっけ。確か青ブロックを出しておかなきゃいけないから、この状態だ。この状態で行くと、よし、
いけるいける、クリアできるぞ。オッケーオッケー。そして次はゴールではない。待ってくれ待ってくれ、ちょっと待って、これ倒せってのこれを倒すの、ちょっときつくない？ちょっと待って、ここに来てそれよし、せめて一匹ずつ。オッケー、よっしゃ来た。このクッパクラウンジュニアがあればもう倒せるでしょうきっと。オッケー。あ、待って、でも鍵がね一個もう手に入れちゃってるから倒さないでいいっぽいよね。でもせっかくだし倒しますか。待って、危ない、よし、オッケー。でこれで倒した。で鍵が2つ手に入った。で、でもう一個か、これで2つ手に入れたっていう意味があるのね。でこれは投稿、なんだこれ、投稿ファイト投稿ファイト、そうだ、投稿ファイトって書いてある。いやまあ確かにね、まあ、小学5年生の方がこれをクリアしたって思ったらすごくすごいかなって思います。僕が小学5年生の頃はできなかったかもしれないな。このコースをいただいたただの猫さん、ありがとうございました。はい、それじゃあ今回2つのコースを遊ばせていただきました。アダムさんのコースもやっぱり素晴らしいんですけど、今の小学5年生の方ってやっぱすごくゲームが上手ですよね。僕が小学5年生の頃はまあそんなにゲームっていうのは上手くなかったかもしれないな、まあ、今もね上手っていうわけじゃないんですけど。それじゃあ今回コースを提供してくれたお二方ありがとうございました。それじゃあまたね。